はいどうも、バーのカフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日ご紹介するのはカイピリーニャというカクテルですね。こちらはブラジルが発祥の、まあ、ブラジルの本当にナショナルドリンクというかですね、国民的人気のカクテルになっております。南国生まれのカクテルで、これからの暑くなってくる時期にぴったりの一杯になっておりますので、今日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきたいと思います。はい、動画ご視聴いただきありがとうございました。カイピリーニャですね。クラッシュアイスがすごいもう涼しげな感じを醸し出してますけれども、早速いただきます。うん、うまい。何気に僕このカクテル大好きなんですよね。メイキング動画でも見ていただいた通りですね、アルコールしっかり入ってるんですけれども、まあ、ライムの酸味とあとシロップの甘みですね。でこのバランスが非常にうまく取れた一杯 でこのクラッシュアイスがですね、また清涼感を増して、本当にもう夏場ちょっと暑い時期にですね、海辺とかでこうガッと飲みたくなるようなカクテルです。こちらのカイピリーニャで使ったベースのお酒がこちらカシャーサーですね。こちらはブラジルが原産のサトウキビを使ったスピリッツになります。でサトウキビを使ったスピリッツっていうと、まあ、一般的にはやっぱりラムが有名なんですけれども、ラムとこのカシャッサの違いっていうのがですね、ラムというのが砂糖を作る段階で砂糖の結晶部分と糖蜜といわれる液体の部分に分かれるんですけれども、その糖蜜の部分だけを使って蒸留したのがラムですね。対してこちらのカシャーサがサトウキビの搾り汁そのものをですね蒸留して作ったお酒になります。
なのでラムの方がですね、味わい的にはやっぱりちょっとすっきりとした感じで、こちらのカシャッサの方が比較的ちょっとコクのある感じといいますか、複雑味のある味わいになっております。まあ、飲んでいただくと結構はっきりと違いが分かれると思いますので、もしよかったらですね、ぜひお試しください。で、一応レシピにですね、先ほど作った分量を書いたんですけれども、まあ、使うライムによってやっぱりちょっと酸味の具合だったりとか、あと絞れるジュースの量っていうのも変わってきますので、それに合わせてちょっとシュガーの量を調節するといいと思います。今回はシロップを使いましたけれども、まあ、普通の上白糖だったりグラニュー糖だったりとかですね、あとコクを出したいときなんかは三温糖とかきび砂糖なんかを使ったりもします。まあ、現地なんかだと結構砂糖を多めに入れて甘めに仕上げるのが主流みたいなんですけれども、僕ちょっと行ったことないんで分かんないんですけれども、だ僕も好みとしては結構甘めに仕上げるのがポイントかなとも思います。本当美味しい。ただお酒しっかり入ってますんで、アルコールが弱い方はちょっとご注文する際は注意してください。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。いやさか。